ひろゆきさん、メイドヤギして見たことありますか？見てたら感想期待です。歴史残したい名アニメのおすすめです。あ、名前は何度も聞いたことがあって興味があるんですけど、見たことないです。じゃあ今度機会があったら見てみます。全然関係ないですけど、週末のワルキューレの第2部を見始めました。週末のワルキューレが割と世界で結構有名になっていて、その神様と人間が戦うっていう、他の国だと宗教があるから全然やっちゃダメだよねっていうテーマを、日本のアニメだからやっちゃってみたら、海外のネットフリックスで見れるようになってて、人間が神様殺すとかありえないよねとか、その神様こんなにひどい書き方するの良くないよねって言ってて、世界中でブーイングが出されつつも、でも日本だから仕方ないよねっていう、謎の日本人だから許される状況になってるっていう。で、女神転生もそれ、要は神様とか悪魔とかを使って戦うっていう女神転生っていうのがあるんですけど、あれもインドの人がめっちゃ怒ってクレーム入れたんですよ。俺たちの、誰だったかな、ビシヌじゃなくて、カーラだったかな、インドの神様をバカにすんなみたいな怒ったっていうのがあったんですけど、まあ、っていう感じで割と女神転生も結構クレーム入れられてるんですけど、週末のワルキューレもガチガチクレーム入れられてるっぽいんですけど、でもまあ、日本だからしょうがないよねっていうので、割と許されてるっていう、日本のね、謎ルール。ベルセルクはね、実在の神様は出してないんじゃないかな。あ、カーリーだったかな。確かカーリーだったと思う。なので、シバじゃなくてカーリーだったと思うんですけど、そのカーリー、信仰系のそのインドの人たちが、いやいや、そのカーリーこんな悪者みたいに扱うなよみたいな。まあまあ、でもまあ、子供確か首切ってるよね。あれ？象の神様の首切ったのって、あれ、カーリーじゃなかったっけ？なんかで腹立ったかで息子の首切って、で、代わりに象の頭を置いたガネーシャは、確かカーリーの息子だよね、ガネーシャ。あれ、シバだっけ？っていうのもあったりして、割とインドの人たち結構平気で子供とか親とか殺すんで、なんかそれはそれでどうなのみたいなのもあるんですけど、まあまあまあ、すいません、違ったらごめんね。はい。っていうのもあって、あと全然関係ないんだけどさ、このドラデシタさんの戦闘兄さんなんかどうなんだろうっていうのがあるんですけど、先週、GMO ソニックっていうイベントで、埼玉スーパーアリーナに行ったんですけど、で、そこでスティーブ・青木さんっていう人が、DJ やってたんですけど、もう僕の中で、スティーブ・青木さんがずっと戦闘お兄さんにイメージしたんですよ。戦闘お兄さんの、出てくるキャラの神様が、DJ 青木さんにめちゃめちゃ似てるんですよ。細身で、長髪で、なんかちょっと目がギラギラしてて、なんか、やったるぜっていう感じが、多少伝わってくる。誰って言うと、誰もあるかもしれないんで言いづらいですけど、ブッダじゃない方に、すげえ似てるんですよ。なんか、スティーブ・青木さんが、なんか日本の旗とか振ってるの見て、あ、戦闘兄さんそんなことしますみたいな、もう僕の中でずっと戦闘兄さんが皿を回して、やっぱほら、戦闘兄さんの神様だからさ、なんか何万人とかが喜ぶのも、やっぱなんかサバト感がしてて、埼玉スーパーアリーナのお客さんとかが、戦闘兄さんで、みんなで大喜びしてるって絵面を見て、さすが戦闘兄さんっていう風に僕は見てて超面白かったんですけど、すいません。ひろゆきさんの泣き声がベーシックインカムって本当ですか？まあ僕が夜中に泣いてる時はベーシックインカムって言ってますね。はい。僕だけじゃないと思いますよ。